僕は、四座席、単発プロペラ推進、高翼式の軽飛行機で、セスナエアクラフトカンパニーが製造している軽飛行機である。1955年に初飛行し、翌1956年に引き渡しが始まった。シリーズ名別で集計した場合、2015年時点で、 累計生産機数は4万5000機に達し、歴史上世界で最も多く生産されている機体シリーズである。当初はモデルナンバーのセスナ172の名称で販売されていたが、現在では愛称だったスカイホークを商品名としている。日本ではセスナが軽飛行機の代名詞になっている。1920年代に製造された。 セスナ社の最初の製品のモデル A を見ると当時の機体材料は基金根構造の骨組みに布張りといった相違点もあるが現在のセスナ社が製造する単発系飛行機の高翼配置単用という基本デザインの変鱗を伺うことができる1930年代の大強行直後に開発されたモデル EC-1 やモデル EC-2 を見れば ランディングギアの配置を除きほぼ現在のモデル172とほぼ同じデザインに到達していたことがわかる。セスナ社は自社の設計した飛行機のうち民間機については第二次大戦後に開発された機体シリーズから3桁の数字のモデルナンバーで表すようになった。モデル172のデザインの元となる直径の機体シリーズはモデル170である。 モデル170は、公用配置単用の翼、金属製のセミモノコック構造の胴体、水平対抗の空冷ピストンエンジンを採用していた。モデル172においてもこれらの基本デザインは、踏襲された。一方で、ランディングギアの形式が、折り二式から前輪式に、主翼の外反が、布製から金属製に変更された。 垂直尾翼の形は楕円型から矩形に変更となった。エンジンは当初コンチネンタル製を採用していたが、1967年のモデル1 7 2 i からライカミング製に変更されている。小型機のプロペラにはハーツェルプロペラが採用されることが多いが、セスナではモデル170から MT プロペラの製品を採用しており、 モデル172でも MT プロペラが採用された。しかしセスナがテキストロン参加となって、以降は同じくテキストロン参加となったマコーレープロペラシステムズがセスナの子会社となり、プロペラは同社製の金属製に羽根に変更された。モデル172の最初の飛行は1955年に行われた。この年に量産が開始し、 1956年から引き渡しが始まった。以降、年を減るに従い少しずつ改良を重ね続け、次々と新しい形式を開発し、製造を続けた。その後、1980年代には、製造物責任法絡みの問題と事業の再産生を理由として、182スカイレーンや206、ステーショネアなどの他のモデルとともに製造中止の売れを、 受けることとなる。1996年には製造販売が再開された。製造数が多いため練習機や撮影機などの事業用から個人所有の遊覧機までゼネラルアビエーションでの採用が多い。これは公翼式のため安定性が高く、習熟した操縦教官や整備士が多いため操縦学校で多く採用されており、 訓練を受けた人間が多いこと、中古機やアフターパーツが豊富に流通し、比較的低価格であるためである。基本形状はほとんど変更されていないため、飛行特性は変化していないが、グラスコックピットの採用などアビオニクスのアップグレードや素材の変更は定期的に行っている。操縦桿は伝統的にケーキ板から突き出す両手持ちタイプである。 当初8を横倒しにした形状だったが、後に山形に変更された。ロバート・ティンとジョン・クックは、ラスベガスのマッカラン国際空港から飛び立ち、1958年12月4日から1959年2月7日に64日22時間19分5秒の、対空時間の記録を保持している。給油は走行中のトラックから行った。1987年に、 マチアスルストが、モスクワの赤の広場に着陸した時にも使用された。軍用型は、T、T-41 メスカレローと呼ばれる。初期型のセスナ172、1957型の、ようにファストバック尾翼で後部窓がなく、正方形の尾翼が、特徴セスナ 172E の軽基板1964年式、セスナ172回1966年式、 セスナ F172G150HP の、ライカミング O-320E2D エンジンを装備した1968年式、セスナ 172I1977 年式、セスナ 172M1976 年式、セスナ 172M の軽基板1976年式セスナ。スカイシャーク N の着陸1999年式。 セスナ 172S セスナ 172RG1977 年式セスナ R172K ホーク x p ワイプリン水上用フロートを備えた1977年式セスナ R172K ホーク XP172 からの派生型である T-41 メスカレロはアメリカ合衆国空軍及び陸軍加えてアメリカメキシコ国境地帯の警備 監視用に国境警備隊で運用されている。民生品の172をそのまま採用している国もある。アイルランド空軍ではランスで生産された機体がパトロールや現金輸送、囚人輸送、危険物輸送の監視用に使用されている。また、アイルランド陸軍では操縦訓練用に使用されている。 キアクック空軍基地に着陸するイラク空軍のセスナ172。ありがとうございます。